回路は保護、あるいは加熱や発火といった電気火災事故を防止する電気、電子部品である。電気回路内に置かれ、普段は胴体として振る舞う。しかし何らかの異常によって電気回路に定格異常の電流が流れると、ジュール熱により内蔵する合金部品が溶断し、回路を開くことにより回路を保護する。ヒューズのうち、 特に電力回路や電力機器で利用するものを電力ヒューズという。ヒューズは溶断する電流の大きさにより、胴体部分の大きさ、太さ、構成成分が異なる。胴体部分は露出もしくは容器に収められている。容器に収める場合は、胴体の状態を確認できるよう、容器を透明なものとしたり、表示器を設けるなどする。 ヒューズが溶断することを日本語圏では一般にヒューズが切れるまたはヒューズが飛ぶという。回路を焼き切って作動するという性質上、使い捨てであり、一度動作したヒューズを再び使用することはできない。電熱を利用する機器では設定以上の温度に達すると自動的に通電を遮断する温度ヒューズが設置されている場合が多い。一般的に ヒューズが切れた場合はヒューズを交換することで復旧するためラグ端子やソケットなど交換しやすい構造となっている。近年の小型化した電子機器ではヒューズがハンダ付けされていたり表面実装型の薄膜ヒューズのように作動した後の復旧を想定しない実装も存在するがこれらは電気回路を保護するよりむしろ大電流によって機器が加熱。 発火するなどの事故を防ぐために用いられる。電力ヒューズは、高圧以上の電力回路の短絡電流の遮断を行う電力機器である。自動車用ヒューズボックスの一例配置図この項目では、主に自動車用のヒューズボックスについて説明しています。自動車で利用される電気回路、電子部品等を保護するヒューズを収納したボックスを指す。 ヒューズボックスの設置場所は主にエンジンルーム内、運転席側、または助手席側付近にあり、ボックス自体は使用箇所に応じて数箇所に分かれて設置される。ヒューズ番号、ヒューズ名称、アンペア数、使用箇所等はヒューズボックスの蓋、または取扱説明書に記載されているが、ヒューズ名称はアルファベットで略称されており、わかりづらい名称もある。 使用箇所は、ヘッドライト、フォグライト、方向指示灯、制動灯、微灯、番号灯、車服灯、室内灯、交代灯、メーター照明、オーディオ照明、スイッチ照明、エアコン照明、パワーウィンド、エアコン、エアバック、ドアロック、エンジンコントロール、燃料ポンプ、スターター、シフトロックコントロール、メーター、オーディオ、時計、ミラー、ワイパー、 ウォッシャー、シガーソケット、ヒーター、アクセサリー等があるが、使用箇所によっては集約されている。ありがとうございます。